よいしょ。今年初配信ですね。充電できてるかな。あ、目痛い。痛い痛い、目が。ゆっくりできたかい。この髪の毛ボサボサ見ての通り、毎日ゆったりまったりしておりました。毎日って言っても2日しかやってまだ経ってないけどね。元気ですよ。美味しいもの食べましたよ。肌荒れがすごいです。たくさん寝れたかはちょっと分かんないですね。なんならおばあちゃん家とか家族とかと一緒の時の方が朝ごはんとかちゃんとしっかり食べるから、朝とか割と早いので、しっかり寝るとかわかんないけど、ゆっくりはできました。初夢見たかわかんないんですよね。なんか見た気がするけど、その覚えてなくて、覚えてるものが初夢でいいのかしら。だったらまだ見てないけど、でも絶対何かしら見たんですけど、なんか覚えてなくて分かんないんですよ。ちょっとだけ配信しようかなと思って、明日明後日、明後日は公演だからあれだけど、初詣行きましたよ、みんなで。年が近い親戚、年はあんま近くないかもかな。一番近くて3つ離れてる子ですね。下に3つ離れてる子だけど、ほぼ年なんか離れてる子が多いかもしれない。離れてるって言っても小学校とか、一番離れてて2歳の子とかだったり、割と多い方ですよ、親戚は。いとこがか。ハッピーニューや。ハッピーニュー。意外とね、まだ3日しか経ってないっていうね、あのハウステンボスから。しかもさ、なんていうの、あ、なんか一日 あっという間に過ぎていきますね。2歳、かわいいよ。なんかちょっとずつ、なんかさ、私はもう1年に1回しか会えないんですよ。もうほんとお正月にしか会えないから、そのいとことかは。だから、その1年に1回の時に成長を感じます。本当にびっくりするぐらい、えってなる。こんなにも大きくなったの、あなたはっていう、あなたはこんなにも大きくなったんですねっていうぐらいびっくりしますよ。いや、多分ね、自分も成長はしてるんだけど、やっぱ自分の成長って気づかないじゃないですか。だから改めて人の成長を見て、おーってなる。
すごいねってなる、大きくなったねって何か言ったことが、ハステボスの裏話、でもなんだろう、なんですかね、空き時間がめちゃめちゃあったので、私はっていうかみんなあったんだけど、なんなら夜公演だけのメンバーも私たちと一緒の時間に来てリハして、リハがさ一気にじゃないとできないからさ、昼夜でだから多分夜公演のメンバーの方が空き時間が多かったと思うんだけど、私たちもまあまあ空き時間あったから、昼公演から夜公演にまでに、だからあきちゃん、もかちゃん、私、あかりでスイッチで遊んでましたね。スイッチしたりとかかな、まあ、おしゃべりしたりとかやってました。ずっとゲームしてて、あとチーズケーキも食べた、ハーステモスの食べましたよ。あとなんかしたかな、でも意外とね、あとセレモニーからの23時までのライブの間にも時間が全然いっぱいあったから、紅白を見てました。 iPad で紅白見てて、見てましたね。でも電波が悪すぎて、なんか見たいところがなんか見れなかったりして、本当にあーってなったけど、でも紅白をつけてました。ぷよ組みんな食べましたよ。なんなら今もある。めっちゃ美味しくて大好き。梅味がハマっちゃいましたね。なんか基本的に私グミはあんま食べないんですよ。小さい頃は好きだったけど、本当に最近食べなかったのにもかかわらず、あのこんなにもハマってしまうんだっていうぐらい食べ、なんかもう大好きになっちゃいました。これみんな食べて、美味しいから、もう美味しすぎます。一日に一袋食べたくなるけど、怖いんで、頑張って分けて食べないとなーって思って。あ、私ウサギ出ましたよ。ウサギと梅の形が2つ入ってました。多分ウサギが出たら多分どっちも入ってるんだろうなと思います。1回しか出てないけどね。みんなもぜひ食べてみてください。でもなんかこれを楽屋で盛り上がってたんですよ。めっちゃ盛り上がってて、なんかそのみんなさハマってるから盛り上がってたら、愛知が行くから、なんかもう遅いですよみたいな、いや私これ前から知っててみたいな、前から食べたことありますよみたいなめっちゃアイチーが前から知ってるっていうのを言ってくる。みんな遅いですよって言われた。んだよ、いいだろう。うん、原始人さん、熊タワーありがとうございます。ウサギもあるんですね、かわいい、ありがとうございます。いやそうなのよ、食べたら止まんなくなるじゃないですか、だから気をつけないとダメですよ。そう、前から知ってた前から知ってたマウントですよ、本当に。でもこれ結構前からありますよみたいな前から食べててみたいな。って言ってて、誰かかな、なんかなんだっけな、誰かが
なんかおだでも結局小田ちゃんがみんなに教えてくれてみんなハマってるもんねみたいなことを言ったら、まあ、私はこっそり食べてたんでみたいな感じです。めっちゃ面白かった。泣いちゃうと面白い。そう、私本当に誰かからグミをもらって食べないと本当にグミというものを買わないんですけど、さやかがずっと食べてるの見てて、あーそれは食べてるんだねーと思ってて、さやかってグミ食べてるイメージあるんだよ。そのプレグミのあのブドウとかも食べてるイメージあったから、あーなんか梅味食べてるんだって思いながら流行ってるんだなと思ってて、そしたらメイクさんもこれを持ってて、メイクさんに1個もらったら美味しすぎて自分でも買っちゃった。そう、買っちゃいました。美味しいよね。みんなも買ってください。あの今年うさぎ年なんで、うさぎを見つけてね。あきちゃんが最近ずっとゆらちゃんが頼もしいって言ってたよ。嬉しいね。ありがたいですね。そうなんですよね。この間ね、ちょっとまあ6期生のこのリセットを確認 した時があって、その時にあきちゃんも一緒に見てくれたんですけど、あきちゃんもたまたま一緒にいたから、多分その時になんかこんなにこんなゆえるが先生してるってべって言われました。ゆえる先生できるようになったんだねって。去年はリセット始まりのリセット終わりで、今年もそうですね。先生してるよって言いながらやってたけど、でもまだ慣れないですよ。どういう風にやったらいいかとかまだ慣れないけどね。やっぱり人によってさあるじゃないですか。教えてもなんか伝わること伝わらないこととかもいたりするから、すごく難しいですけど。かりちゃんが目撃者の振り入れでイエルにドハマりする場所があるって方熱く語ってた。多分それ知ってる。私はもう分かってるあれだなって思ってるけど、あともうちょっとですね皆さん、あともうちょっとで目撃者が始まるけど、まだ何も頭に入ってません。いや振り入れはほぼ終わったんですよ。ユニットとずっとずっと以外は振り入れやったんですけど、本当にその期間いろんなことがありすぎて、公演から振り入れとか振り入れが連続で続いたりとかしたから、本当に眠くなりながらずっと振り入れをしてたの。だから頭に全然入ってなくて危険なんですけど、やばいよね。だからまたゼロから覚えるっていうことになりそう。頑張るけど本当に、しかもさ先生がさ、次はもうここ点覚えるから先生はもう忘れちゃうから頑張って覚えといてねって言われて、うん忘れますみたいなもう分かりません。難しいよ。でもここでの方が難しそうって思ったけど、リセットもあと数回ですからね。ねえどうしちゃうか、どうしちゃう。
そうなんです、イベントの方もありまして、それがちょっとね、それもやばいからあとアイアライブもあるんですよ今月、それもやばくて、あの割と焦ってます、割と焦ってますね。いやそうなの、なんか教えるのも大変だなって私は自分で思ってて、先生のありがたみを改めて感じました。うん、改めてか、だって先生はさ、本当16人分のやつのポジションをさ、フリー全部見てさ、覚えてくれてるわけでさ、私は一ポジしか教えられてないけど、本当すごいなと思った。すごいなんか上から目線みたいになるけど、なんかありがたいですよね、教えてくださるって。あ、パパさやかさん、熊田はお餅ありがとうございます、お正月ギフトありがとうございます。皆さん、え、ピンチよ、本当に本当に割とやばい、カレンダー見たくないもんだって現実逃避したすぎてカレンダー見たくないから。ほうはやばいよ、いやでもアイアライブが終わったら一旦落ち着くかな、いやそんなことないわ、目撃者があった、目撃者が終わるまで私は安心できないですね、安心できない、頭のパン、うん、もう超えてる、超えてますよ、今回脳みそが本当にね足りません、足りません、お脳みそが。11周年のリハ期間の時は脳みそというよりは体力とか、そのなんていうの、体力っていうのかな、わかんない、ダンス曲あったじゃないですか、なんか踊って練習しなきゃいけないのに、その体に力が入らないっていうか、体がさ動かないんですよ、カッチカチになりすぎて、そういう面できつかったけど、今回は脳みそが足りないのでやばいなと思ってる、年々脳みそが足りなくなってきて、そう周年の時は踊りまくらなきゃいけないやつとかがあったから、それを練習しなきゃいけないのに、その筋肉痛が来たり腰が痛くて踊れないけど無理やり踊んなきゃいけなくてみたいな疲労感がすごかったけど、今は脳みそが足りないです、伝わってほしいな。リセット公演千秋楽、うわー千秋楽か、私本当にさ千秋楽が、あ、新チームが発表されてから何回かリセットやってるけど、もう本当に毎公演毎公演なんかしんみりしながらやっちゃうかな、悲しくなりますね。引っ越しましたがさ、いい曲すぎてさねー、もうすぐで終わっちゃいますよ。今までの声の中でも聞き返し難しい、難しいです、わかんない、初期の頃だったら覚えられてるかも、初期の頃の方が脳みそが働いてた気がするから、そっちの方、初期の頃だったら覚えられたかもしれないです、
でも今は全然もう頭が働かないので一番難しいなと思うし、あとちょっと知らない曲があるっていうのもありますね。リセットはねまあまあ知ってる曲があったから覚えられたんですけど、やっぱ曲がメロディーを知ってるとさ覚えられ体に振りが入るけど、メロディーも分かんないから難しいですね。難しい。皆さんお正月何をしましたか？寝正月ですか？DMM 見てて泣きますか？引っ越しました、いい曲だよね。リビングから動いてない。まあまあまあ人それぞれですから。お仕事、うん、オープニングの衣装が目よりオープニング、ん？目のオープニングより重いか気になる。え、でも重くても目撃者はほぼ踊らないから1曲目は。でも目は重いのに踊るじゃないですか、詩人で。だから全然大丈夫だと思います。本当に目撃者は踊らないんですよ1曲目。お餅好きですよ。どうやって食べるのが好き？お雑煮もいいし、あと醤油、砂糖醤油とか好きかな。美味しいよね。海苔巻いて食べるのが美味しいかなと。目のコートはね本当重いです。私多分公園出るたび思ってる気がする。重って重ってなる。確かに目のこと昔重かったんかな、わかんないけど毎回毎回重く思いますよ。変わったのかな、どうなんですか、わかんない。 K4 のメンバーじゃないので重さが変わったかはちょっとわかんないけど、でも可愛いよね。
ファーステンボスの時に着てたキラキラ衣装寒くなかった。もうね、夜は何を着ても寒いんですよファーステンボスは。昼はね寒いけど、なんか日が当たってるからまだ大丈夫で、夜は本当に寒すぎた。でもどっちが寒いのか、あ、どっちがあったかくなるのかはわかんない。でも何より着替えるのが寒すぎてさ、もう最初はあの水色の衣装で、名前のやつが入ってる水色の衣装でセレモニー出て、その後に着替えてから夜公演だったんですけど、それを着替えるのも寒すぎて、それさえちょっと嫌だった。もうあったかいままでいたかった、洋服が。年越しそばね食べてないんですよね、私食べてなくて、なんかね昼公演ぐらいから年越しそば、年越しそばっていうのかな、まあそばが置いてあったんだけど、お米を食べたくてお弁当を待ってました私はでお弁当を食べちゃいました。あのもともとねそばを食べないくて私は、だからお弁当を食べちゃいました。そばをあんま食べないんですよね、あんまというか本当に食べても年に 1,2 回ぐらいなので、お弁当を食べちゃいました。すごいお腹空いてたの、朝早かったからすごいお腹空いてて、なんかそばじゃないなと思って、お弁当を待とうと思ってお弁当を待ってさえ来ました。でも食べてる、みんな食べてたよ、年越しそば、まあ、用意してくださってたから。え、そうだよね、ライブ HKT が出てくるまで寒かったですよね、そりゃ私たちでさえ寒かったのに、皆さんずっと外にいるから、そりゃ寒いだろうなと思いました。どうか風邪をひいてないことを願います。そりゃ寒いですよね。あとね、まあ、ケーキ食べたりもしましたよ、ハーステムさんチーズケーキ。寒いよね。でも去年の方が寒かった気がするんですよね。なんか去年の方が寒かった記憶しかない。今年はなんか乗り越えられました。去年の方が寒かった感じします。皆さんはどうでしたか？こたつ席ってどこにあるんですか？後ろの方にあるのかな？本当に後ろの方にあるんですかね？そう、今年はまだわしだったけど、去年が寒かった記憶しかないんだよね。本当に寒すぎて、あの私たちははけた組だったけど、はけた組でコートを着ててもう寒かった記憶がある、あの花火を見ながら。でも全然今年まだ大丈夫だ。
メリーゴーランド取材以外で、取材以外、あの撮影の時にあのオープニングセレモニープラス私たちは YouTube 撮影でも乗らせていただいたから、 YouTube 撮影の時はね、もう YouTube を見てくださったら分かると思うんですけど、私とさやかで3回乗って、わかんにゃんが2回でりなちゃんが1回だったんですけど、あれもじゃんけんで決めたのね、3回に乗りたくて。りなちゃんはあの高所恐怖症だから1回でいいって言ってて1回決まったんですけど、2回と3回が決まらなくて、でじゃんけんでして私とさやかになったんですけど、でその YouTube 撮影の方が先だったから、 YouTube 撮影の時に3回乗ったから、そのメリーゴーランドのオープニングセレモニーの時は多分3回じゃないだろうなと思った、多分1回とか2回とかに乗るんだろうなと思ったら、またその時にもう3回を乗らせていただいて、昼の3回と夜の3回どっちも見れました。うん、でも夜は最高ですね。あ、そうなんだよね、結局さ高所恐怖症って言いながらもさ、そのオープニングセレモニーの時もさ、みんなで3回乗ったからさ、りなちゃんが結局3回乗ったんですよ。多分1回だけかもしれない、乗ってないの。2回も乗りました。3人同時に撮影してなくて、1回、2回、3回で、3回撮ったら、次2回、1回みたいな感じで、カメラを使い回ししてるからね、そういう形で撮ったんですけど、2回撮影しちゃうときに、また3回乗ったりとかしてたから、本当にあの日、4、5回乗りました。メリーゴーランド4、5回乗りましたね。でも雨降ってたんですよね、だから晴れた日に行きたいなと思った。コーヒーカップはすごくおすすめですよ、あれは面白いなと思った。高いところ嫌いではないです、全然いけますね。嫌いではないけど一応怖いなっていう気持ちもある、高いところはね、本当にめっちゃ高かったら。でもメリーゴーランドはまだいけ、全然平気な高さです。私が怖いなと思うのは博多座でライブした時の山台が怖くて、あれ私端っこで踊ってたんですけど、本当に怖すぎて一回なんかマジで落ちるんじゃないかって思ったこともある。そう、4、5回乗りましたね、計算したら。そう、狭くてさ、あとね、なんだっけ、こないだの周年の時の1万3回も意外と怖かったです。あとなんだっけ、石じゃないな、ドゥラムミーかな、アンコールのドゥラムミーの時にその山台のところになんか火花みたいな、火花みたいなのがボーボーな打ち上げられてたんですけど、それ知らなくて、私あの本番ギリギリに言われて、でもあれ当たっても多分大丈夫なやつなんですよね、本物の火じゃないから。でもそれでもちょっと怖かった、目の前で火花がこうなってて、えみたいな踊ってて怖すぎて、えそう炎みたいな、そうでも本物じゃないから、別に熱いっていうか
痛いんですけど当たったら。でもその当たっても害はないやつだから、別にスタッフさんとか当たっても害ないから大丈夫だよって言われたけど、それでもちょっと怖かったですあれは。そうで昼公演でそれがあったから、夜公演でねちょっと立ち位置が変わったんですよ。なんかだけど変わった人もいれば、私は変わらなかった人だったからちょっと怖すぎました。目の前もうほんとすぐそこで、すぐそこで火が打ち上がってるんですそうあれ本物じゃないんですよね。なんかね説明されたけどもう忘れちゃった。そうなんか何かがプラスなんだっけな、発泡スチロール、いや違うな、でもちゃんと説明されたけど忘れちゃいました。でも大丈夫らしいですよまあそりゃ本物だったらあれだよね。でも当たったらちょっと何かは感じる、大丈夫って言われてても何かしら感じます。そうなんですよね、びっくりしちゃって。リハから教えてくれいいと思ったけど、まあ大丈夫でした。でも演出はさ、そういう火花とかあった方がかっこいいってなりますよね。かっこいいってなるよ見た目、コンサート的に。そう、むずい。そうそう、豪華になりますよ。あ、そう、さやかとさ、あかりとテトラポッドしたんですよ。トラポッド隊でしたよ。リハの時はなんかいろいろふざけたりしてたいろんななんか違うことやって、でも本番はちゃんと真剣にやりました当たり前ですけどね、当たり前ですけど、リハの時はちょっとふざけてた。そう今回あの映像がなかったからね、誰かが映像を残してるとかは ないんですけど、また見れるといいですね、見れるといいですね。君どこもやったんですけどね、君どこのね、あのみずほだっけ、ツバメ、あ、みずほの方をめっちゃ久しぶりに会って不思議な感じだった。いつもツバメの方やってるんですけど、みずほの方久しぶりに踊りました。そういつも違う方だっけどね、1年ぶりぐらいにみずほを踊った気がする。私は何時から始めただろう、ちょっとショールームしようって思ってやったんですけど、多分ツバメとみずほが合ってたら合ってる。ツバメって大人の方ですよね、みずほが若手の方ですよね。じゃあ30分は経ってた。そ
そうそう、終わろうかな。CM 選抜の PV が気になる。気になるよね。夜ライブしか見なかったけど楽しかった。楽しいよね。野外っていいですよね。いいなと思いました。野外終わろっかな。またやります。近々というかやりそうすぐ。ってことで、ランキングを読みます。13位かさっぴさん、12位こうじさん、11位さえまる新しい人になりたくてさん、10位サティさん、9位ナーリさん、8位シマシャキさん、7位ハノンさん、6位ハナピンさん、5位テルさん、4位マンゾウですが何かさん、3位リドルさん、2位エンシジンさん、1位パパサヤカさん。ありがとうございました。明日じゃなく明後日は公演で、その次はサンリオからのアイドル六本木の方でありますので、ぜひお越しください。来る方はよろしくお願いします。では終わります。バイバーイ。ありがとう。